おへ漏れとるじゃんか。これこれ、ロビン、こっち。はい、皆さんお疲れ様です。なかなかね、オイルの漏れがね、止まらないということで、いろいろこう、増し締めとかですね、こういろいろしたんですけども、ちょっと無理っぽいです。ということでね、今回は、はい、こちらですね。これです。プラスターのループです。これね、これとまだ違うやつを、だいぶ前ね入れて試したんですけども、その時ね結構ね変化がありました。あれは、これ経年が経って車に入れるやつを確か試したと思うんですけども、その時はですねエンジンのノイズがですね少し、下がったのと、あと燃費がですね、上がりました。これはもう入れる前と後ではちょっとね、やっぱり、数キロにはなるんですけども、ちょっと上がってるということで、もうある程度ね効果が確認できました。なので前はね、オイルの漏れを止めるのに、ホルツですとかね、ホルツの方入れさせていただいたんですけども、今回は、こちらシュアラスターのループ、これを入れてみたいと思います。はい、使用方法ですけどね、これ結構簡単です。エンジンを止めた状態でオイルの規定量を超えないようにこの商品を入れるだけです。で、3から6リッターの、エンジンオイルに対して、これ1本程度入れるということで、書いてあります。ということでね、ミニクーパーに入れるのに、これ1本あれば全然 OK ということになりますね。そしたらですね、今からこう入れていきますけども、まずねちょっとエンジンこちらの方をねちょっとぬくめてから、ある程度ねオイルを柔らかくしてからちょっとねこれねこいつ入れていきたいと思います。揺さぶこれが硬いんじゃよっ、はい、ここ置いといて、はい、そしたらね入れていきます。もうこれも綺麗な、前見たのは何でしょうね、こう飴色みたいな感じの色じゃないですね。いやもうこのままね入れていきます。結構サラサラですね。はい、綺麗に入りました。あとはね、これでキャップを閉めて、で、アイドリング、5分ぐらいですかね、すればもう終わりですね。よいしょ。はい、これだけですね。ね、そうですね、この、今回買ったオイル漏れ止めのループについては、サラサラなんで、交換時期にね、オイルと一緒に混ぜ込んで入れるのもいいんですけども、入れた後のオイルにそのまま入れても全然問題なさそうです。はい、じゃあエンジンかけます。はい、今からですねちょうど5分ぐらいちょっとエンジンかけたいと思います。
はい、ね、入れてから数週間経って、下の方ね、チェックしたんですけど、やはりですね、オイル漏れ止まってませんでした。ね、これはね、ちょっと、これ、オイルパンのね、パッキン交換、もしくはちょっと液体パッキンちょっと塗ろうか、ちょっと考えてみたいと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。